こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。今日はね、アマゾン詐欺の狙い。まあ、えー、その情報をもとに口座を作るとか、まあ、その作られた情報でね、いつの間にか連絡があるとか、まあそういう都市伝説的な話が多いんですけど、まあ実際問題、今新たに ID、ID なしで口座作ることはね、アマゾン口座作ることは無理ですし、そうなるとね、 え個人情報、あまり役に立たないんじゃないかと。まあ、じゃあ、どう、何のために、こう、大規模にやってるのかなと思ったらですね、やりようによっては、お金にできるんだなと、まあ、きっとそういうふうにやるつもりかやってるんだろうなというのが、わかりましたんで、それをシェアしたいと思います。まあ、何しろね、えー、二重認証にした方がいいです。えー、怖いですね。えー、まあ私もね、アマゾンの怪しい 動きがあってパスワードを変えたことはだいぶ昔にありましたけど、結構パスワードってね、えー、簡単に破れます。ねえー、そんなわけで、えー、ま20人称必要なんでね、必要ってかもやっておいた方がいいです。でまずね、ねご存知の通り、ありえない安値で商品を出品して、えー、個人情報をゲットすると。ね でこのゲットした個人情報、属性が分かってどうのこうのってね、リストとしては価値がないです。あくまでもアカウント乗っ取りのための、えー、情報と。でね、名前、上の名前、まあ私だったらね、堀とか、ね、えー、あるいは秀夫とかね、HH とか、そういう名前の組み合わせプラス、Gmail、 ヤフーメール、ホットメール、この辺のフ,フリーメールアドレス。まあ、特にね、えー、Gmail だと、ね、Yahoo メールって使ってる人多いですね。これだともう簡単にメールアドレスが破られちゃいますね。で、プラス、パスワード総当たりで、えー、パスワードを解析すると。ね、これがね、恐ろしいほどパスワードを簡単に、えー、破られちゃいます。で、アカウント乗っ取りが成功した場合ですね。えー、まず、 販売アカウントの乗っ取りに成功したという場合はね、えー、まあ、在庫があれば安値下げて詐欺師が購入と。これどういうことかというと、持ってる FBA 在庫をね、えー、まあ、布団に安くしちゃって、えー、詐欺師が購入すると。で、まあ、安くして詐欺師が自分の口座で購入しても、これはね、 単純に安いから辛いで買ったのか、乗っ取ったアカウントのためにね、えー、詐欺師が交流したのか、判断がつきにくいですで。もちろん詐欺師だってね、一人の人がやってるわけじゃなくて、まあ、何人か、ね、でやってたり、あるいはね、一人でやってても、IP アドレスだのね、えー、パソコンなのは分散してるでしょうから、えー、売り主と買い主がね、同じ人とはバレないと。ということはね、まあ、これはもう商品が 安くね、知頼いって、その、安く買えた分だけ、えー、詐欺師得、得しちゃったという形で、まず商品をゲットすると。あと、まあ売上受受取口座を変更して詐欺商品を販売すると。これがね、やられちゃったら悲惨ですけど、多分ね、今、売上受受取口座の変更して、単に連絡が来るだけじゃなくて、名前が違ったりんだりっていうと制限がかかってるはずなんですが、まあ 昔のね、口座だとそのまま変えられちゃったりとか、あるいはね、えー、制限が、えー、なかったりするケースもあるんで、これやられると一番怖いですね。えー、何しろ、まあ、すごいたくさんの商品をね、えー、売って売り上げをね、入金されたらそのままドローンと。で、いくらやられるか分かったもんじゃないと。怖いですね。で、それからさっきのね、この、 在庫をゲットした後の話ですけど、た多分商品がね、到着してないといって返金を受けるとタダになると。ね、当然アカウントに乗っ取られてるわけですから、商品届いてないよって言ったらね、それに対する返事なんかできないわけですね。ですんで、えーまあ、こうなる可能性も高いと、ね。まあ、なんですかね、販売アカウントの場合はちょっとシャレにならないですね。 だから、ハンバーアカウントで在庫入ってる人はね、必ず二重認証にしておいた方がいいです。それから、購入アカウント。まあ、購入アカウントの場合はね、えー、例えば、まあ、住所を変更するとそのたびにね、カード番号を聞いてきますんで、カード番号をね、えー、その、何度も間違えるとアカウントを使えなくなっちゃいますんでね、まあ、カード番号をね、えーまあ、破るっていうのはなかなか難しいと。 仕組み的にね。そうなると、何が危ないかっていうと、コンビニ払いですね。コンビニ払い使ったことがある人だと、そのコンビニ受け取り指定でね、えー、商品を購入されちゃうと。で、コンビニで実際ね、えー、身分証明とか確認してるかって言ったらね、えー、コンビニ受け取りで身分証明を確認してるところは、えー、見たことないし、私もコンビニ受け取りやったことありますけど、身分証明なんか出さなかったんでね、これは結構ね、 コンビニに利用がある人は怖いですね。捉えちゃいかねない。まあ、ただ、これはね、アマゾンの保証が基本的にはつくんで、まあ、基本的につけるのどうなんですかね。パスワードとメールアドレス破られちゃったっていうのがね、アマゾンの面積事項だとか言われちゃったら怖いですね。うん、まあ、何しろ、えー、221週にしといた方がいいです。まあ、それから、まあ、詐欺師が出品した商品を購入すると。ね。 これは自宅に発送するってことにして購入するわけですね。で、当然ね、ノットライター本人、めったに使ってないアカウントだとね、ノットライターって気づいてないわけですから、発送しなくても問題発覚しないと。ねえー、こういうケースで、まあ何しろね、たくさんの人の口座を手に入れれば、まあ、メールアドレスをね、公開してるメールアドレスで、えー、Amazon もやってるとか、いろんなパターンでいけば、 おそらくね、えー、何百人かに一人、まあ、あるいは何千人かに一人かわかんないですけど、まあ、何人かはやっぱりアカウント乗っ取られちゃうんだろうなと思います。まあ、そうならないようにね、やっぱり20人以上にしといた方がいいです。そのね、えー、なんだ、いきなりね、内容証明が届くとか電話が来るとか、まあ、そういうことじゃなくて、まあ、実際なかなかこれね、解決するのが大変そうな事態にもなりかねないんで、 えー、今、心当たりのある人は、ね、あるいは心当たりのない人もね、えー、Amazon に口座を持ってる場合は、やっぱり二重認証にしといた方がいいだろうと。なぜ Amazon ももっと強力に二重認証を進めないのか分かんないですけど、えー、これはもう必須だなというふうに思いました。まあ多分ね、この辺の予想が本当かどうかっていうのはね、えー 被害に遭った人がね、ブログとかなんかやってないと、アマゾンなりカード会社っていうのはね、まあおそらくわざわざ公表はしないと思うんで、まあこれ予想が当たってのか当たってないのかわかんないですけど、まあでも少なくともね、この形でアカウント乗っ取ればお金にすることは可能だと思うんで、このリスクはあるということをね、念頭において、日本の購入アカウント、持っていれば日本の販売アカウント、 それから、a、え、m、ー、a z o n .com の販売、えー、アカウントと購入アカウント。ね、それぞれ全部、えー、二重認証にした方がいいです。特に危険なのはね、えー、もうメールアドレスもパスワードも忘れちゃったとかいうアカウント怖いですね、えー。有効なクレジットカードが、えー、登録されてないならまだマシなんですけど、あそうそうクレジットカードでちょっと恐ろしい、ね、話を、えー、最近確認したんですけど、なんと、 えー、セラーアカウントと購入アカウントを一緒にしてた場合ですね、購入アカウントで新しいクレジットカードを登録すると、勝手にセラーアカウントのバックアップ、えー、クレジットカードとして登録されます。これね、なんかその詐欺を増長、増、増長するというかね、非常に危険なシステムなんじゃないかと思うんですけど、何しろ今そういう仕組みになっちゃってますんでね、えー、それは気をつけてください。えー セラーアカウントに登録した覚えがなくても勝手にバックアップで登録されてます。まあ、そんなわけでもうちょっと面倒くさいっていうかね、何か乗っ取られてからじゃね、全然もっとめんどくさいことになるんで、スマホとあとスマホ以外の電話番号が1個あればね、20日証設定できますんで、設定しておいてください。以上、テンバーアカデミー堀秀夫でした。